さて、北朝鮮のミサイル発射を受けて、都内にあるアメリカ軍の基地の周辺の様子はどうなっているんでしょうか。森田さんと中継がつながっています。森田さん。はい、私は今横田基地に来ています。この場所は在日米軍と航空自衛隊の司令部が置かれるなど、日米両国の防衛の拠点となっています。そんな中、基地周辺の住民に取材をしていますと、この横田基地もいずれは狙われるのではないかなどと不安な声が聞こえました。朝聞いてやっぱりちょっと驚きましたよね。でもまあ場所が北海道でしたので、でも横田基地ですから、いずれはもしかしたらっていう気持ちはありますよね。若干やっぱりリアリティっていうのが増しているようには感じますけどもね、住んでるから余計に報道が耳に入るっていうのもあると思うんですけど、他にも基地の近くに住む30代の男性は、怖いと思うものの自力で何とかできるものではないので不安ばかりが募ると胸の内を明かしてくれました。森田さん、ミサイル発射から半日ほどが過ぎましたけれども、現在の基地周辺の状況どのようになっていますでしょうか。はい、2時間ほど前までは米軍の関係者がランニングをする様子も見られましたが、この時間帯になってみると人通りも少なくなったように感じます。はい、また印象としては落ち着いているようにも見えますね。そしてですね、今朝日本の航空自衛隊がミサイル発射を警戒して、この横田基地の中で迎撃訓練を行おうとしていたことから動揺が広がりました。まさか本日北朝鮮が直前にミサイルを撃たれるとは全く予期をしていなかったところでありますけれども、こう話したのは航空自衛隊の弾道ミサイル防衛部隊のトップです。その理由は、横田基地に今 PAC-3 の発射機やレーダーを乗せた車両が入っていきます。はい、実は今日午前7時過ぎからアメリカ軍の横田基地で北朝鮮の弾道ミサイル発射に備え、地上配備型の迎撃ミサイル PAC-3 を使った訓練を行う予定だったのです。そのおよそ1時間前に起きたミサイル発射に基地内は緊張した雰囲気に包まれたものの、隊員たちは PAC-3 の発射台を上空に向けるなど迎撃態勢を整えるまでの訓練を予定通り行いました。一方で在日アメリカ軍の司令官が会見を行う予定でしたが、今回の事態を受け急遽欠席となりました。在日米軍司令官とともにこの台の上に上がるということが我々の体制を皆さんに示すという意味では非常に意義があるというこというふうに考えていたんですけれども、米側としてもいろいろな対応を取っているということで参加できなかったということについては非常に残念に思っております。今回訓練を行った航空自衛隊は今後同様の訓練を全国に展開していく考えです。また北朝鮮側は在日米軍基地も攻撃対象としていて、住民の不安は今後も続きそうです。以上、中継でお伝えしました。